背景よろしくお願いします。今回は小学校5年生算数の小数の掛け算丸3、ついにねやっと3まで来ましたんで、これで小数の掛け算は終わりになる予定です。で、1と2で、計算のやり方と、あとね、積がいくつより大きくなるときっていうのが勉強しました。で、3は苦手な子が多いね。この3は苦手な子が多い工夫です。工夫いっぱいあるんだけど、その中でもね、有名なというか、ぜひ覚えててほしい1個と2個。そして、工夫に入れちゃったんだけど、元にしましょうっていう問題がありますので、絶対ね、ワークとか教科書で見たことあるから。ね、そのやり方をガチッとマスターしてもらえればと思います。わかりやすく頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ、まず1から。ね、工夫1、テーマ。1とか10を見つけようと書きました。で、どうするか。これね、7.2×0.5×2 ってあって、普通にね、一個ずつ解いていったら、ここをかけて、その答えとこれをかけてってやったら解けるんだけど、テストとかでね、工夫して解きましょうってなってると、工夫した跡がないと罰になるんだよ。だから、俺はこう工夫したんですとか、私はこうやったんですっていうのが伝わらないといけない、先生にね。で、それを伝え方ですね。どうやるかを教えます。で、今言ったみたいに、1とか10を見つけようっていうのは、かけて1とか10になるものがどこにあるかを探します。もちろん100でもいいんだけどね。1、10、100とか見つけます。で、ここ、いくよ。0.5 って、つまり5があるじゃんか。5と2をかけると、5に10になるよね。つまり、先に 0.5、間違った、0.5×2 を先にやります。ここ。先にね。で、0.5×2 って筆算をして、どっかに筆算欲しいんだけど、ちょっと書けないから書かないよ。これ、5に10で小数点の分があるので、筆算すると答えが1になります。いいかな？なので、これが1でしょ。だから、いきなり答えを書くんじゃなくて、7.2×1 と書いてください。そうすると、僕はここを先に計算しましたってのが分かるからね。こうなって、で、答えが、変わらず 7.2 なんだけど、こう答えましたっていう、ここもちゃんと書くんだよ。いい？今は5に10だから、ここが来るじゃんと思って先にやりました。次の問題いくよ。2番、 5.4×2.5×4 です。いい？で、ここは下も同じなんだけど、25っていう数字、もちろん 2.5 でも 0.25 でもいいよ。25ってなってる数字と4って数字は必ず先にやります。つまりここです。 2.5×4 です。なぜかっていうと、ちょっと今小数点無視して聞いてね。 25×4 っていうのは100になるんです。25が4つ集まると100になるんだよ。これね、覚えとくといい、絶対。で、 2.5、 小数点が1個ありますんで、 2.5×4 は先にやると10になります。いい？で、さっきと同じ。俺ここさっき計算したからって分かるように、何もしなかった 5.4 を書いて、かける10って書きます。いいかな。で、かける10っていうのは、これね、他の動画で撮ろうと思うんだけど、 5.4×10 って54だよね。かける10って小数点1個位が上がるからね、54になります。いい？これをちゃんと書くんだよ。いいかな。で、最後です。 4×12.3×2.5、 これもさっきと同じ、 2.5 と4を先に書けたい。飛び飛びになってるんだけど気にしません。ここと青を引いたところを先にやります。こことここね。で、先にやって、さっきと同じ、先にやると10だもんね。10って書いて、
×12.3 これを残します。こうで、さっき、まあ、順番どっちでもいいんだよ、どっちでも大丈夫だからね。で、12.3 を位は上がるから123です。これがなんで123になるかはまた別の動画で撮りますので、でもし個人的に分かんなければぜひ個人的にメールしてくれればいいからね、聞いてくださいっていう感じで、1とか10、こんな感じで1とか10、もちろん100もね、になるものを先に見つけます。よく出てくるのはこの5、2、10っていうパターンと25、まあこれね、25って数字と4です。この組み合わせがよく出てくるから、こいつらがいたら先にやろうぜってことで先にやってください。お願いします。次、2です。工夫の2、同じものがありますぜと書きました。どういうことか、いきますね。ごめんなさい、これ問題間違ってたね。ここ6でした、失礼しました。で、どういうことかっていうと、今問題4番、 3.8×0.6 足す 6.2×0.6 です。で、どういうことかっていうと、この中に同じものがあるじゃないですか。何かっていうと 0.6 って思うんですが、もっとです。×0.6 です。こっちもね、×0.6、 こういうのが同じになったらいい？今線引いたじゃないですか。線を引かれなかった子たちいるね。その子を先にはカッコの中に詰め込んでください。いきます。で、 3.8 でしょ、ここ飛ばして足すあるもんね、 6.2 もうないね。詰め込んだらカッコを閉じます。で、かける、さっきね線引いたやつを1個だけ書きます。こうやって1個でいいんです。もう詰め込んだら1個で大丈夫だよ。で、こうやって式が完成です。いいかな。で、こうなったら計算はね、カッコの中を先にやるっていうルールがあります。だから 3.8+6.2 っていうのを先にやります。で、先にやると、これはね、小数の足し算です。またいつかやりましょう。これ10になります。汚い、10になります、ごめんね。で、 10×0.6 ちゃんと書こうか。 10× ここ 0.6 なので、答えが6というふうになります。いいかな。同じものがあるってなったら、まずね、同じものに鉛筆とかシャーペンで線引くといいよ。したその時にかけるもちゃんと入れてください。もちろんここが割ると割るだったら、それも割るまで線引いてください。ごめんで、線を引かれなかったものを先にカッコに詰め込みます。全部 3.8、 今足すだね、引くの時もあるから、引くだったら引くで、6.2 を詰め込んで、詰め込み終わったら、ここに線引いたやつを1個だけ書きます。で、あとは計算って感じでやってください。いいかな、お願いします。で、ここまで頑張ってきたから、工夫さんはサクッと終わります。簡単だからよく聞いててね。工夫さん、元にしましょうかって書きました。これはですね、どういう問題かっていうと、先に答えが載ってるんです。ちょっと不思議な問題になります。どういうことかっていうと、274×36 は9864、これ絶対合ってます。答え書いてあるんです。で、それを元にして解きなさいってなってます。だからこれ使うんだよ。で、どう使うか。5番、 27.4×3.6、 これと数字の組み合わせ同じなんだよ。ただ小数点がついてます。だから、あのね、小数の学校はね、みんな見てくれたと思うんで、右から何個ずれてるか数えるんです。こうやって、で、まあ2個でしょ。で、これ答え書いてあるから、9864って書いて、2個分ずれてるから2個、ここだぜってことで 98.64 というふうにやるだけです。簡単でしょ。次もいくよ。小数点が1、2、3、4、一発ずれてるね、4つです。で、
答えをね、そのまま書いてあるから9864。4つ出しましょう。1、2、3、4。ここまで来ました。小数点左側なくなっちゃったんで0をつけて 0.9864 となります。いいかな。あともう一個だけついてきてね。最後いきますよ。 27.4×360 です。で、まあ、小数点はさっきと同じで1個なんだけど、あれこっち小数点じゃなくて位増えてるぜみたいな。36が0一個増えてるってことで、俺0増えた分をこうやって逆に書きますよ。矢印1個赤で1個青で右でしょ。あれ1個左で1個右ってことは結局変わらなくないっていう意味わかるかな。1個左行っても1個右戻ってきたら戻ってくるでしょ、ここに。だからこれ答え同じなんです。こう書いて何もなんないの、いいっていうふうに解きます。これが元にしましょうかの問題です。これ元にしましょうか割り算バージョンもございますが、今回は掛け算の勉強なので、もちろん掛け算だけしかやりません。じゃあこれが工夫でした。どうかな、聞いてみてもね、もしかしたらちんぷんかんぷんだったりとか分かりにくかったら本当にごめんなさいです。でもし俺の授業をね聞いてくれてるというか受けてる子がいれば、それは個人的にね、先生あの動画のさ、これちょっとよく分かんなかったからもう一回説明してって言ったら頑張って説明しますし、もちろん授業を受けてない子はブログとかね、あの YouTube のメッセージを送ってもらえれば答えれる範囲は頑張って答えますので、その辺もうまく使ってくれたらと思います。それではね、ちょっと長くなっちゃいましたが、聞いてくれてありがとうございました。また頑張りますのでよろしくお願いします。それでは終わります。以上です。